はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はアーズオバイアン4現代モッドイランプレイの続きをやっていきたいと思います。早速時間の方は進めていきましょう。で今回はですね、まあひたすらに軍の増強を行っていきたいなと思っています。まあ、この先アメリカ軍とどう対峙するにせよ、まあ、軍の増強は急務になるので、まずはね軍をしっかり拡張していく、増強していくっていうところと、あとはですね、ちょっとロケハンを全然していないのでどうなるか全く予見できない部分ではあるんですが、今政治的方針の国家方針から、まあ、どんどんと下に下がってきていて、外交政策これが終わっています。でこの次、今国際的な同盟これをやっているので、これが終わるとですね、効果として陣営を作成可能というふうに出ています。なので、これをね、うまく利用してアメリカと対抗できる、まあ、一大勢力を築いていきたいというふうに思っています。じゃあ、その対象となる陣営に招待する国、どこをどう選んでいくかなんですけど、やっぱり中東大連合みたいなものを頭に入れているので、まあ、このあたり一帯ですよね。まさに中東一帯。そうなるとやっぱりイラク中心にサウジ、エジプト。まあ、このあたりはね、必須になってくるかなと思っています。であとは、まあちょっと難民問題がいろいろありますけど、アフガニスタン。アフガンと、あと、まあシリア。このあたりもね、飲み込めればなというところですね。で、必然的に、イスラエル、ここをね、攻撃したらアメリカ軍と戦うということになると思うので、ちょっとそのあたりを念頭に、今後のね、戦略を練っていきたいと思います。で、一応、その陣営作成可能な国際的な同盟の国家方針が完了するのに、あと40日、まあ1ヶ月ですね、かかるというところなので、まずはね、この時間を進めていきましょう。それにしても本当に新しいゲーミング PC は快適そのものですね。こんなに快適なんだったらもっと早く買い替えておけばよかったなぁという気もしますけど、このあたりはでも今本当にインペラトルローマでエジプトでプレイをしていて、少し地理的に、ああ、ここって、なんか、どこそこの国があったなぁ、みたいな。まあ、紀元前の話ですけど、そのあたりがちょっとわかるので面白いですよね。今、並行プレイしているもので言うと、信長の野望大使、幕末志士転生物語。あとはですね、銀河英雄伝説、ミュラー。鉄壁ミュラーでのプレイ。それと今お話したインペラトルローマのエジプトプレイ、それにこのハーツオバイアンの現代モッドイランプレイということで、ちょっと4並列となってるので、一個一個のね、ゲームの動画の更新間隔が少し長めになってしまっているのかなぁ、間延びしてるのかなぁという部分はまあ反省点としてあるので、まあ、しっかり着実に休みの日はプレイをしていかなきゃいけないなというところなんですが、まあね、週末はタイに遊びに行ったりとかしてしまって、なかなか収録が思うように進んでいない部分もあるので、ちょっとここはね、一度しっかり収録の計画を練って、計画的に動画が更新できるように頑張っていきたいと思います。という決意表明をして、あと20日間ですね。政治力溜まってきてますので、どうしようかな。ちょっと政治顧問とかこのあたり確認していきますか。まあ何人か、ずらっと出てきていますけども、まあやっぱりここは軍か産業かというところが一つ選択のポイントになってくるのかなと思うんで、ちょっと確認はしておきましょう。毎月の人的資源 5% ってかなりでかいな。相当でかいけど、
ちょっと一旦、他のも見ておきましょう。原理主義者。いますね。あとは海軍産業化。まあ、海軍がちょっと今ね、コルベット一隻だけという悲惨な状況なので、なかなかこれを、おいそれと、先に投入するわけにはいかないというのもありますね。主計将校。これ航空基地、海軍基地15%ずつ。さらに原子炉も15%ですね。建設速度だと思うんですね。核開発を行う場合には、欲しい内容にはなってきますね。産業系でこれっていうのがバズバッと出てこないんで、どうしようかな。今すぐ人的資源が欲しいっていうわけじゃないんで、まあ確かに人的資源は将来的には欲しいんですけど。さあ、では一旦国際的な同盟が終わったので、系統としてはここで一旦打ち止めです。なんで、この次確認していきたいんですけど、やっぱりね、研究枠は欲しいので、内政方針を選択して、この後ですね、このまま行政官の、まあ、追加雇用というのをやって、研究推奨金、奨励金ですね、ごめんなさい。さらに追加の研究枠と、獲得をしていきましょうか。じゃあ、政治顧問だよね。どれを選ぶかというのを改めて、確認をしていきましょう。で、ちなみに今、この現代型産業ロボット2が終わったので、3を選択していきます。で、もうちょっとこのまま時間を止めたまま、政治顧問何を入れるか改めて確認をしていきましょうか。まあ、政治力は欲しいので、政治力プラス5%、経験豊富な弁護士を一旦入れましょう。まずはここからですかね。で、外交です。で、まあ、サウジ、エジプト、このあたりを入れておきましょう。ちなみに陣営の立ち上げ、必要な内容を確認しておくと、まず25%の国際緊張。これ今17%、画面の一番右上に出てますけど、これが25%以上になっているという必要があるので、まあこれをね、確認しながら25%に引き上がったタイミングで、陣営の立ち上げと。ということになりますね。そうなるとどうなんだろうね。最初に国際的な同盟、という国家方針を選択する必要はなかったかもしれないですね。まだ25%に程遠いので。まあ、ここはただし、ロケハンをちゃんとやっていないので、まあ、本当に行き当たりばったりにはなるかもしれないんですけど、その分面白さはありかなと思います。じゃあ時間を進めていきましょう。民需工場が全然カスカスだから、工場の建設速度がカスすぎるな。建設速度上げるっていうものをちょっと確認して入れてった方がいいですね、優先的に。で、今、係争地がほぼないので、そしたら、
第一革命防衛隊、彼らで一度演習を行って、ちまちまですけど、陸軍の経験値を貯めておきましょうか。今ですね、一隻ようやく海軍にコルベットが配備されたというところで、第一革命、防衛艦隊という名のもとに第一戦隊でコルベット一隻、まあコルベット一隻なんで戦隊も何もないんですが、一応、こういう状況になりました。で、このペルシャ湾もね、しっかり封鎖をしていきましょうというところです。で、あとちょっとね、流してしまったところにはなるんですけども、一つ改良型の 3D 製造機の3を今研究始めています。で、もう一つが今ちょうど終わったソフトウェアのところなんですけど、これ、次のね、ステージへと進めていきましょう。さらに陸軍、これを新しい手段として第一革命防衛隊の方に配備していきましょう。で、また政治顧問誰か雇っていこうかな。建造が早くなるのがいいよね。産業指導者、彼はインフラ、民需、あとは生成所が建設速度のボーナスですね。今欲しいのは軍事工場、これが早く欲しいので、そういう人がいるかどうかというのをちょっと確認していきましょう。いたね、戦争産業か、軍事工場、造船所、それぞれ 15% 5% のボーナスですね。これはむしろ最初に入れるべき人材だったのかもしれない。で、国家方針と研究が終わっているので、じゃあまずは研究の方から覗いていきましょう。陸軍の装備をね、なんといっても近代化していきたいので、これを急いでいきます。で、国家方針ですね。まあ、先ほどお話したように、まずは行政官を追加して、研究枠を新たに獲得していくというところからね、精力的にやっていきましょう。では、また時間を進めていきます。
そしたらですね、海軍力の強化という意味で、原子力潜水艦に手を入れていきましょう。まだまだまだ先になってしまうと思うんですけど、まずね、原子力潜水艦。これを研究して、日本もね、原子力潜水艦なんて持ってないですから、それほど軍事力をね、強化するという意味で原子力潜水艦を作っていきましょうと思ったものの、どうせまだまだ原子力潜水艦作れる状態になるのは先なんでやめましょう。まあやっていくよっていう宣言をした上で、ちょっと違うことをやっていきましょう。ドクトリン入れとくかな。そしたらまあ無難にドクトリンを入れておきましょう。一旦機動戦ドクトリンを入れます。で、原子力潜水艦に関しては海軍のね、造船所、これができるタイミングに合わせます。まだまだ今だと工場未割り当ての状態で、いつこれができるようになるかもまあわからないという状態なので、一旦先に進めましょう。で、あとはそういう意味で言うと、研究枠を獲得した後は海軍の造船所とかをそのまま一個獲得できるものをちょっと考えておいた方がいいかもしれませんね。造船所、ここに進んでいきましょう。研究枠、最後まで獲得したら海軍に注力で、このまま造船所 1,2,3 と行って造船所をね、獲得していきます。これが多分一番手っ取り早いんじゃないかな。はい、方針はじゃあそのようにしていきましょう。はい、ね、続いて行政官の追加雇用が終わりましたので、この後はですね、教育改革、これを入れましょう。研究速度プラス 1% のボーナスですね。あ、ちょっと待って、こっちよこっち、しまった、いきなり間違えてしまった。本当は研究奨励金の方に行きたかったんですけど、もう戻れない。国家方針って一度始めたら戻れないよね。そうなんだよね。ちょっとうかつにも間違ってしまいましたが、まあもう始めてしまったのでこのまま行きましょう。で、今ゲームの進行速度をマックスにしたんですけど、このマックスにした時のスピードの速さがもう全然違いますね。新しいゲーミング PC は速い速い、気持ちいいぐらい速い。じゃあまた政治顧問を入れていきましょう。ちなみにちょっと早送り中に、産業指導者を入れてあります。これでインフラ民需のそれぞれの研究、建設ボーナスが入ってきているという状態ですね。じゃあ続いて、まあ農業の専門家は、必要になったら即入れるというのを置いておいて、続いて何を入れるかだな。まあ要塞とかもね、作っていって防御を固めたいんですが、うわあ、海軍産業化欲しいな。造船所、ただこれまだ造船所を作れるタイミングになってないからね。今それが必要なのかと言われると、まあ、残念ながら必要ない。いや、本当にどれにするか悩ましいな。そしたら
ここは一度政治ではなくて別のところに進んでいっちゃいましょう。まあこれで陸軍のドクトリンの研究時間プラス 10% 入るんだったら軍事の理論家を雇っちゃいましょうか。これで再び国家方針が完了するのを待ちましょう。教育改革を、誤って入れてしまったので、本来ね、教育改革誤って入れてしまったとかって言うべきものでもないと思うんですが、じゃあこれで一旦工業系は欲しいものは全部入れたかな。この先だともう2020年とかになっちゃうんで、そうなってくるとちょっとまた厳しいので、一旦産業から工業へと、軸を移してみましょう。でレーダー基地暗号とかっていうのな、今すぐ欲しいかと言われるとちょっと微妙なんで、そうすると歩兵の装備を強化していきましょう。支援装備を入れていきます。まずは陸軍の装備の近代化ですね。これが順調に進んではいるかなと。もう2016年のね、サヤド556までは研究が進んできているという喜ばしい状況ではあるので、あとはこの先でね、支援火器を今入れているので、あとはレッドドットサイト、レーザーサイト、どっちに進むかだな。一旦レーザーサイト入れておきます。夜間戦闘ボーナスで、あとは装備を、陸軍への装備を最新化していきましょう。で国家方針の方ですが、目論見通りではないんですが入れておきます。公共事業への投資、これが終わったらね、研究奨励金が入ってきますので、その研究奨励金を使っていこうという動きになります。まあ、まずはでも一つ大きなポイントとして、陸軍の歩兵装備が近代化できたので、これはかなり大きいかなと。事件ですね。イラクでクーデター、イラクの政府は公開の需要に屈したということでクーデターが発生しています。で、あとはですね、時間の進めを早くしたこともあって、政治力がねどうかすかと溜まってきているので、これを入れておきましょう。で、まずは造船所とかいろいろあるんですけど、ここはどうしようかな。軍の司令部うんぬんかんぬんとかやってもあんまり意味ないからね今、陸軍の長官を入れてもいいんですけど、
そうか、師団の訓練時間がマイナス 5% というのは確かに陸軍の展開が早くなりますよね。じゃあ一度陸軍の訓練を入れておきましょう。で続いてというところはまた検討していきます。であと研究の枠のところなんですけども、セラミック防弾ベストを入れました。これで歩兵のね、防御プラス 2% がつきます。まあ歩兵に関わらずというところですけどね。続いてどうだ、軍需工場がようやく1個だったので、作っていきましょうか。航空機、まあ、マルチロールトムキャットを作っておくのが無難かな。まあ、イラクとの国境付近にね航空基地あるものの、そこに配備する航空機がないっていう致命的な状態なので、それをね、改善していきたいということで、マルチロールを工場の方に入れました。で続いて支援火器の2が終わったので、これ支援火器の3にそのまま進みます。で国家方針もうちょっとかかるので、その間に政治力を使っていきましょう。またいや時間進めるのこんなにスムーズだとむちゃくちゃ早く進んでいっていいですね。じゃ続いてマルチカム迷彩を入れておく。防御力を上げていきましょう。攻撃に脆弱な歩兵が多いのでね、ちょっとでもそれらの歩兵を守りたいというところですかね。じゃあ工場生産量プラス 10% の国際的な銀行化を入れます。で研究の枠が増えたらさらにね、追加をしていきましょう。はい、国家方針が完了しましたので、ここは次の追加の研究枠を入れておきます。おっと、これのためには情報部署の拡大が先に必要だね。あ、これ両方必要系ですよね。だから教育改革も結果的には必要だったので御の字ですね。はい、では、続いて研究ですね、セラミックベスト終わったので、これ次現代型防弾ベスト、どんどん近代化していきましょう装備を。で、ついでに顧問系も入れておきます。航空会社ちょっと考えておきますか。そうすると中身見ておくとですね、マルチロール機が必要になってくるものを中心に入れる。三菱重工業、これでいこう。耐水消火器、まあ、あまり意味があるものではないんですが、これをするには日本とイランの評価がプラス 25% なきゃいけないんだな。となると、まあ、イランと日本の伝統的な友好性、まあ、これがどこまで本当なのかっていうのは、ね、あると思うんですけども、紙面を賑わせている状態をここでも実現するために、日本に対してちょっとね、関係の改善をこの後入れてみましょうか。ものは試しということで、じゃあ一旦政治顧問の方に戻りましょう。どうしようかね、政治顧問。まあ環境主義者とか入れるよりかは、できればダイレクトに
国力が増すものを入れておきたいなという気がするので、ちょっとそういったものを確認していきましょう。海軍基地、まあ海軍の産業化入れる、造船所を建てる予定はないんだけれども、そうなるとそうだな、他のものということになってきますよね。まあ、今すぐね、その戦争が始まってるわけではないので、この辺りを結局優先して入れなきゃいけないのかと言われると、そうでもないんですよね。なのでちょっとここは一旦もったいないですけど見送りますか。もしくは、まあ、国境封鎖とかこの辺りをまあ、入れるかどうかというところですかね。毎月の人的資源がマイナス 20% か。これも痛いもんな。恩恵なる移民規制、これで人的資源がプラス 20%、 このあたり悪くはないな。一旦恩恵な移民規制にする。本当にそれでいいのかちょっと悩ましいので、一旦ちょっと見送って、そうだな、戦車、船、飛行機、今すぐ作る予定はない。となるとやっぱり政治顧問から選ぶべきですよね。よし、外部情報担当者にしましょう。で、装備の近代化をさらに進めていきましょう。はい、そしたらね、追加の研究枠、これを獲得していきたいというふうに思います。では支援火器も、近代化を進めていきます。でこのままいくと迷彩柄のスーツもね、あっという間に研究が終わると思うんで、ちょっとそこも見届けましょう。どんどん陸軍のね、装備を近代化していきます。陸軍の近代化が終わったら、いよいよ海軍の方にね、手を入れていきたいなというところになりますので、この辺りもしっかり、見極めをしていきましょう。でちょっと入れるものがなくなってきてしまってはいるので、政治力を使ったポイントですね。一旦ちょっとこの辺りはためにかかります。いざという時に、例えば徴兵制を変えるときとかね、300とか必要にはなってくるので、こういうのをね、即座に入れられるように一旦政治力をためにかかりましょう。でドクトリンも完了しましたね。ドクトリンの次なんですけど、いよいよ
この先を睨んで海軍ですね、こちらの原子力潜水艦の方に入っていきましょう。あとは外交だね、外交。周りの国々に対して関係改善を入れておきましょう。まあ、イラクとかと関係改善するのかというのはもちろんあるんですけど、今は中東大同盟を結成したいというのが一番の目的にはなるので、まあ、そのために研究改善を行っておきましょう。で、インド、中国に対してはもうすでに同じ行為を行っているので、僕の大好きなタイ、ここもね関係改善を送ります。で、日本とも伝統的友好国であるということなので、安倍さんのところに同じように関係改善を送ります。着々と陸軍の歩兵装備の近代化は進んでいますね。なのでこのまま陸軍の装備の最新化、近代化を行っていきましょう。で、迷彩服はもう一旦これ以上先に進むとすごくペナルティがかかってくるので、陸軍の装備の近代化は別のカテゴリーへと進んでいきましょう。で、追加の研究枠がようやく得られましたね。そしたら海軍に注力して造船所を作っていきます。はい、ではね、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、今回総括しておくと、まず陸軍の近代化、これがほぼ完了したかな、まあ、陸軍というか歩兵ですね、歩兵の近代化が完了したと。陸軍の歩兵装備の近代化が完了。で、次回以降はですね、もちろん野戦砲とかそのあたりは陸軍全体の近代化というのが一つと、あとはやっぱり海軍戦力ですね、海軍戦力も、まあ、注力していくということでね、国家方針でいうと、まあ、造船所、ここをね、獲得していきたいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。